잘 먹겠습니다. 本日は雨、東京も梅雨でしょうか。そんな感じで本日もワークアウトから始める一日を始めたいなと思います。それでは本日も朝一で運動していきましょう。行ってきます。雨やばいな。そういえば昨日ゴールドジムに行ったら、ゴールドジムのショップのウェア、アパレルがめっちゃ可愛かった。漢字とカタカナで書いてあったんですけど、めちゃくちゃいい感じだったんですけど、欲しいなと思ってましたけど、後でインターネットで探してみるかな。すごい雨が降ってきた。やばい。雨の日は他の靴、ゴアテックス、めっちゃ最高。これ久々に行った。梅雨時最高ですね。本日は足トレでございます。それでは行ってみましょう。はい、ジムも終わり、ちょっとコーヒーを飲みに来ました。カフェでございます。ライスアメリカーノ、これは何ですか。オートミールラテ。オートミールラテでございます。잘 먹겠습니다。잘 먹겠습니다。はい、本日はちょっと洋服の話で、素材についてなんですけど、その前にユニクロの会社理念みたいなところから、素材イコールユニクロみたいなところがあるので、日本のブランドではね、それでちょっと思ったことがあって、ユニクロの本を読んだ時に、デザインをアップデートしていくわけではなく、素材をアップデートしてくださいみたいなね感じがあったので、それすごいなと思って。で、今素材ってやっぱり考えてブランドが上がってくるのって、日本のブランドとかだと、分かりやすくユニクロっていうのが上がってくるかなと思うんですけど、エアリズムとか、あとはヒートテックとかっていうのがさ、世界的にもすごく有名で、基本的にっていうか、ヒートテックよりエアリズムの方が冬には合ってるんですけどね。なんですけど、素材的にはね、なんですけど、冬にヒートテックがすごく売れるっていうね。逆にヒートテック着ると、冷えたり、汗かくと冷えたりするから、どちらかといったらエアリズムの方が機能的には理にかなってるんですけど、っていうところで僕は一年中エアリズムを購入して、冬でもアクテリックスの中には着てる感じなんですけども、これはもう皆さんにもぜひおすすめいたします。アークテリクスの中にもエアリズムめちゃくちゃいいです。あと僕寝巻きもエアリズムのパジャマを着てるんですけど、一年中ね、すごくいいです。はい、なのでエアリズムはすごくね、いい素材なので、やっぱりおすすめかなっていうところなんですけど、素材アップデートしていくっていうところがすごいなと思って、そういうところで最近ちょっとよくよく考えたらっていうか、購入しているものが素材にピックアップした商品を購入しているのがすごく僕の中で多いなっていうか、年齢を重ねることによって結構素材重視になってくるんですよね。デザインは若い時には結構デザインありきだったんですけども、なのでデザインとかになってくると、結構ザラとかH&M とかだと、ファストファッションだとそこら辺がなるのかなって感じなんですけど、中間かな、ザラはな。そんなんですけど、ザラなんかすごくトレンドをすごく抑えて早く出してくるから、すごくいいんですけど、触ってみると素材をね、あと表記見ると素材が全然良くないんですよ。なので購入に至らないっていうところ、僕はそういうところが多くて、なのでどちらかというとユニクロのインナーだったりとかっていうのは、もう毎回ずっとワンシーズン終わったら買い替えてってすごい多くて、逆にストックも家に置いてあるぐらいなので、やっぱりそういうところすごいなと思って。で、最近とかだとルルレモンとかすごく購入してるんですけども、やっぱりルルレモンの素材は超絶いい。はい、で、今はトレーニングウェアとかもそうなんですけど、夏になるとショーツとか履くんですけど、素材が超いいんですよ。で、汗かいてもベトつかないっていうのはもちろんのこと、匂いも消してくれるっていう素材があるんですけど、それが超すごくて、ちょっとサイズに出会ったら購入するみたいな感じなんですけど、今ねルルレモン購入できないんですよ、サイズがなくて。インバウンドでどっかの国ですごく爆発的に流行ってるみたいで、
でも最近そうね、海外割とヨーロッパとかアジアもそうだけど韓国とかも来て、もうルルレも来てるしめちゃくちゃ多くて、日本に旅行に来る方はルルレもめちゃくちゃ購入してる多いんですけど、やっぱり今円が良くないから、円安だからね、購入する人、外国から来て購入したら非常に安く購入できるかなってところなんですけど、素材なんですけど、やっぱりデサントとかもめちゃくちゃ売れてるし、アークテルキスも素材じゃないですか、サロモンも素材寄りだったりとか、スポーツウェア系のメーカーとか結構売れてますよね。で日本とかだとアンドワンダ、アンドワンダも世界的にすごく有名で、素材もそこそこしっかりしてる、超いいってわけじゃないけど、こだわってるって感じかな、なんですけど、僕もアンドワンダ大好きなので、結構デザイン寄りで素材はそこそこいいみたいな感じで、あとはストーンアイランドとかも素材もすごくこだわってて、独自のですよね、そこしかできない技術を持ってやってるので、ストーンとかも僕は大好きでめちゃくちゃ着てるんですけど、僕が、よく買ってるストゥーシーなんですけど、ストゥーシーは素材は正直よくないんですよね。ウォンスが高いから、ちょっと分厚い素材を使ってるってところは結構好きだったりするんですけど、そうだったら違うところね、OEM のやつの、無地とかも結構あったりするので、そういうところで買ったりしちゃうんですけど、ストゥーシーのロゴありきですよね、そこら辺はね。そんな感じで、素材なんですけども、ユニクロが抱える理念として、デザインをアップデートしていくわけじゃなくて素材をアップデートしてくださいみたいなところがね、すごく僕もなんか素材にはすごくこだわったものを買ってるってところがあるので、そんな感じでちょっとユニクロの会社理念を見てね思った感じでございます。素材がいいものをちょっとね、またちょっと購入したものがあるので、ちょっと見つけ次第購入したいなと思います。それでは。